ミセスキーでしょフルセンスキーでしょー。3人になりましたよ。忘れてましたよね。びっくりしましたよ、ね、これだこれだ、ね、打ち合わせなしです。打ち合わせなしで始まりました、始まりました、フルセンスキーラジオ。はい、はい、そして佐々木隆選手のね、今回は何回目ですか。4回目、うん、4回目ぐらいです多分。で、去年ね、6月なんですよ。8月だ、8月の登場で、はい、あー、ホラケンホールの前で4回目ですね。4回目です。20周年興行、そうですね、そうそうそう、はい、そう、佐々木さんのね、20周年で来られて、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、まおちゃん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、そして、今回のですね、テーマです。はい、フリーダムズの波がやってまいりました。やりましたね、はい、もうだんだんね、フリーダムズ拡大してるんですよ。ありがとうございます。素晴らしいです。時は来た、時は来た、殿、はい、突撃、はい、謎笑う、そう、謎ですね、これ 3.23 コラクエホール体験スペシャル、佐々木隆選手の登場です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、今広がりを見せているフリーダムズでございますが、はい、ね、最近状況どうですか、フリーダムズは。そうですね、うん、まあ、去年の今頃ですね、はい、会社登記無事済みまして、はい、茅ヶ崎の、私の地元が今住んでる茅ヶ崎の方にですね、はい、会社を、はい、本社を移しまして、はい、そこからまあ、いろいろこう活動の幅をですね、いろいろ広げまして、はい、で、まあ、先日なんかは茅ヶ崎の小学校で、ね、試合をさせてもらったり、そうそうそう、はい、でこれからあとその町の商工会とか、うんうん、そういうところとも絡みながら、はい、町のお祭りなんかにもちょっとプロレスを、はい、すごいやらせてください。羨ましい。今だから湘南の海の、はい、砂浜にリングを組んで、はい、お祭り、砂浜にお祭りプロレスをやりましょうっていうところを今話が進んでまして、それはあれですか、佐々木さんがその商工会とかに行って、はい、その提案するんですか。そうですね、はい、で、まあ、自分もちゃんと商工会に加入して、そういうなんかお金とかも払って加入して、いろんな会議とかにも参加しつつ、なんか今度こんなお祭りがあるよみたいな話になったら、プロレスなんてどうですかねみたいな売り込んで、なるほど、で向こうは向こうで、あ、面白い、なるほど、もうあらかじめそしたら布石を打っといて、そうです、なるほど、そうです、じわじわと、はい、素晴らしい、そうです、なるほどね、まあ、その成果がもう着々と現れていて、はい、小学校ですよ、そうですね、この間先日、はい、小学校で、フェイスブックね、見てたら小学校でプロレスをやったと、はい、で、教育目的っていう、そうですね、はい、これはちょっとね、詳しく聞きたいですよ、そうですね、うちの、まあ、男の子2人子供なんですけど、はいはい、上の子が小学生だった時にお世話になった先生がいて、はい、でその時はまだ新人ではペーペーだったんですね、その先生が、でその先生がプロレス大好きだって話を聞いてたんですよ。でうちの工業にも観戦に来てくれたんで、先生がなんか先生仲間をみんな連れて、はい、なんて話があったんで、いつかなんか得たいですねなんて言ってたんですけど、そこからですね、何年か経って、まあ、上の子はもうとっくに卒業してるんですけど、はいはい、下の子が今度小学生で入って、でそこで先生がそれなりにキャリアを積んで、それの立場になってて、意見できるようになったんですね、はい、学校でちょっとでかい顔もできるようになってて、はい、でお父さんそろそろみたいな話になって、で僕がいつでも行きますよって話になったら、はい、その先生がいろいろ動いてくれて、校長先生とか教育委員会とか PTA とかいろいろ話を通してくれて、はい、で全てがまとまって、はい、じゃあ学校で教育の一環としてプロレスをやりましょう、これ授業の中でやったんですか。そうです。へえ、道徳の時間、道徳の時間で、はい、まあ、自分の夢を叶えましょうってことと、うん、あと弱い者いじめは絶対いけないっていうこの2つをテーマに2時間、はい、体育館に子どもたちを集めて、45分ですか、45分2時間、45分2時間です、2時間、はい、90分だ、90分、はい、
でも子供たちもみんな、まあ、プレス初めて見ることもいっぱいいたんですけど、もう時にはこう泣き叫び走り逃げる子供もいつつ、はい、でもそんな中に、はい、例えば、ね、笠井純と、はいはい、木本健二が悪そうな顔されてきてめっちゃ怖いですよね。木本、はい、さんは怖いでしょ。笠井さん怖いですよ。子供たちがキャーキャーキャー逃げ惑う中、はい、今日俺らお前らの給食を全部食い尽くしてやるのって言って帰ってって最高最高ドーンって笑って、それはそれで、はい、今度は僕がですね、はい、じゃあお前の給食は俺が守るぞみたいな、あーかっこいい、ちゃんと敵味方がちゃんと分かりやすく、はいはい、その上で試合をして、うん、で僕が勝って、はい、で勝って、で笠井吹本もその給食をねみんな食べるなんて言っちゃったけど、俺は給食が大好きなだけなんだ、ごめん、みんなも謝ったんです、はい、なるほど、子供たち前で謝ったんで、はい、僕もみんな謝ってくれたから許そうなっつって、はい、許してあげたら、もうみんな友達だな、友達だからみんなで一緒に給食を食べようっつって、僕らで子供たち給食に教室に散って、はい、みんな子供たち一緒に給食を食べたんです。いいですね、道徳ですね、道徳だ、はい、夢を叶えよう、弱い者いじめはしない、はい、ね、悪いことしたら謝る、はい、謝ったらみんな仲直り、そこまでプロレスというもので子供たちに訴えかけることができたんで、はい、これはあらかじめやっぱり先生からご要望あったんですか？ないです、自分たちから言って、僕らに全部託してください、されて、あーすごい、僕らが子供たちに伝えたいことをこの2時間の時間の中に全てを見せます。だから先生もだから信用がなかったらできないですよね。そうですよね。ただ僕らが行って、ね、うん、学校でそれこそ稽古と終わったりガリバラ前で暴れて帰られたらもう何だったんだ今日の授業は、ね、死なだけだって書いてたからそこは先生方もちゃんとしっとこう信用を置いてくれて、うん、2時間という大事な子供たちの時間をもう分け与えてくれて、それをに僕らがもう答えた。でもこういう活動はどんどん広がってほしいですよね。そうですね、うん、はい、もうあれやっぱ反響が大きくて、大きいですよ、ね、子供たちからも楽しかった、すごかったっていう、お手紙も届いたんですけど、はい、それとは別に周りの大人の方々で、うちの地域でもできますかとか、うちの学校でもやってほしいとか、うん、そういう話もいろいろ出てきてるんで、すごい、これからまあなんかそういう、まあ、本当プロレスのそもそもそういう訴えかけることもそうですけど、そもそもプロレスのファン層の底辺拡大にはなると思うんで、そうですね、その子供たちがやっぱそうですよね、大きくなっていって、はい、やっぱりその会場に足を運ぶとか、はい、レスリングって本当にその分かりやすくちゃんとその、うん、もう肌と肌というかぶつけ合ってきちんとその向き合ってる姿勢って結構子供たちにとってすごくいい刺激になるなっていうふうに思いました。インパクト強いですよ、うん、もう本当にその吹本さんとか、はい、その笠井さんの後でいたら一生忘れないですよ。そうですね、そう、インパクト、ね、あんなの学校見たことないですね。トラウマも最初もうね、本当インパクト強すぎ、はい、強すぎ、いや、なかなか我ながら素晴らしい時間を過ごしたなと思います、うん、はい、いやでも広がってほしい、うん、で子供たちがファンになってほしい、そうですね、そうそう、はい、はい、ありがとうございます、はい、いやなんかすごい素晴らしい活動されてますね。もともとそういうことやられたかった、そうですね、これもですね、いろいろ他でも地元とかでもいろいろ取材も受けたんですけど、まあ、僕は、まあ、今はその茅ヶ崎に拠点を置いてやってますけど、はい、まあ、生まれがもともと岩手であって、うん、で、まあ、東日本大震災で、はい、その前には岩手宮城内陸地震っていうのもあってですね、はいはい、岩手宮城内陸地震の時は本当僕の生まれ育ったところが震源地だったんですよ、うん、で僕が卒業した小学校が避難所になってて、うん、で地震が落ち着いて避難所に行ったら本当近所のおじちゃんとか、うん、同級生の一家とかみんなやっぱ体育館に避難して寝泊まりしてるのとかを見て、はい、でこれはなんか僕何ができるんだろうって思った時に、うん、俺プロレスがあるじゃないかと思って、うん、で全国渡り歩く中こう募金を集めて、で地元で完全入場無料のチャリティー試合っていうのをお店皆さんに見ていただいて、でかつそういう募金で集まったり、うん、チャリティー T シャツとか売り上げを全額市に寄付するってやった時にですね、プロレスって見てる人にこんなにも力を与えるものなのかというのは自分なりにこう
実感できて、でそれを遡って、僕らが全然生まれるもっと前の話ですけど、遡って考えると、うん、あの戦後の日本を救った力道山ってこういうことなんだなっていうところまでたどり着いて、それからあのそっか数年後には東日本大震災も起きたり、あとまあ去年なんか熊本地震が起きたりした時も現地に行ってまあプロレスを見せたり、あのなんか物資を届けたりいろいろしていく中で、みんな考えるそのプロレスラーってものにすごく元気をもらって、あのすごくこう笑顔で僕らを見送ってくれたりするのを見て、俺らのやってることはただ単にお金をもらってファイトを見せるだけじゃ終わらない、だけのものを俺らはやってるっていうすごい自負があって、でそういうのをまあこういう小学校もしかり、そういうまあ避難所もしかり、はい、地域もしかり、そういうところでまあそういう本工業とは別なことをどんどんやっていきたいなっていう中の一環ですね、この小学校プロレス。でもね、本当にその T シャツのね、後ろに書かれている勇気をもらうっていうね、はいはいはい、私勇気をもらってますって、はい、まあ、まさに本当にそういうことなんですよね、はい、このブカブカな感じブカブカな感じブカブカな感じパジャマ系 T シャツみたいな、はい、そうパジャマ系 T シャツみたいな皆さんも思い出すこと思って言ってくれたなっていう男性のこう趣向がそっちの方に、はい、ね、本当に私たちも小さい頃から勇気もらってますから、はい、なんか不況とか不景気なほどプロレスって盛り上がるって結構昔から言われてるんですよ ね、はい、やっぱりなんかこう直接的にすごい心にグッとくるものっていうのがあるんでしょうね。そう、はい、あのあれですよ、サラリーマンとかの人たちはやっぱりサラリーマンの悲哀みたいになるじゃないですか、別、はい、に理不尽なことがあるとか、はい、それに対してその勇気をもらえる、うんうんうん、これはWWEなんかそうなんですよね。へ、要するにあの理不尽な要求をしてそれができなかったお前はファイヤーだとか言っちゃうんですよ、はいはいはい、でもそれをそう見ていて仲間が来て助けたりするんですよね、はいはいはい、そういうそのドラマを作ってる、うん、あるあるですね。そうそうそう、サラリーマンあるある、サラリーマン、そうサラリーマンにフォーカスあってさ、そう、ね、なるほど、面白い、面白い、そういうことなんだ。そうそう、戦後はね、まさに力道山で、はい、ね、力道山先生がそので外国人をバッタバッと倒していくんで勇気を、ね、もらえたというか、そうそう、で小さ、私は小さい頃はあの猪木さんがタイガー術師にガンガンやられてるのを、はいはいはい、で一発逆転の演じでやってしまうというね、ものすごいエネルギーもらいましたね。まあでもね、いつまでもプロレスはそういうね、そうですね、あの活動を続けていきたいですよね、はい、全国いろんなところでそういう僕らのパワーを伝えていけたらなと思います。素晴らしいな、はい、はい、ありがとうございます。でところで、はい、フリーダムズの団体って、はい、琉球ドラゴンプロレス、プロレスとつながりありますよね、確かに。そうですね、はい、うん、で定期的に一緒にやられてますよね。そうですね、沖縄で、はい、まあ、琉球ドラゴンプロレスさんの大会に僕も頻繁に呼んでもらってますし、うん、逆に東京とか地方であるフリーダムズの大会に琉球ドラゴンプロレスさんから選手を来てもらったりもしてますし、うん、はい、あと、まあ、まさに今さっきあの記者会見で発表してきたんですけども、はい、あの今年の6月22日に新木場大会がありまして、はいはい、そこに要は、琉球ドラゴンプロレスの沖縄選手を全員呼んで、うわーすごい、全員呼んでフリーダムズ対抗戦、対抗戦すごい、フリーダムズ対琉球ドラゴンプロレス、面白い、さらにその、10日後ですね、はい、7月2日の日曜日に、はい、今度は逆にフリーダムズが全員沖縄に乗り込んで、沖縄でフリーダムズ対琉球ドラゴンプロレス対抗戦を2大会連続で、すごい団体構想ですね、団体構想、はい、もう経費かかろうが何しようかも関係ありません旅費がかかろうが、そんなのはもうかかお客さんが盛り上がればそれが一番素晴らしい、素晴らしい、はい、ね、船で行くわけにいかないですか、行かないです飛ぶしかないですね、飛ぶしかないです、飛ぶしかない、はい、もう今からもうパソコンでさ安いとこ探しまくります早割り、早割り行きましょう、早割り、早割りでまだ先だ。大体何人ぐらいで移動するんですか、プロレス。向こうから来るのは多分10人ぐらいだと思うんですけど、こっちから行くのは多分15人ぐらいです。あ、本当ですか。こっちの方かかるじゃねえか。あ、いいんですけどね。いいんですけど。なるほど。まあでもそれはそれね、沖縄みんな乗り込んで戦って、勝ってオリオンで乾杯して、オリオンビール。そして翌日みんなでバナナボートも乗るかみたいな。写真アップしてください。はい、巨体がみんなで対抗戦と、あとちょっと、はい、あの社員旅行を兼ねた、兼ねて、兼ねて、いいですね、あでもちょうど夏ですもんね、だから勝たないと逆に意味ないです、ね、あなるほど、負けてしょんぼりしながらバナナボートそんなことしたそんなみんなでこんなの乗りたいそうですね楽しみ、楽しみだ、夢が広がってきますね、はい、
ね、ところでね、はい、今なんでビリーブドラゴンプロレス話したかというと、はい、実はね、月末に、はい、あの台湾に私行くんですよ。おー、はい、いいっすね。台湾に行くんですけど、台湾で実はもうこれ大丈夫だと思いますけど、はい、新台湾プロレス、はい、あの大集合収録するんですよ。なんと、なんと、新台湾プロレスも1回だけ出たことありますよ。ああ、ねえ、なんか、いや、なんか琉球ドラゴンと繋がってるんですよね。そうなんですね、うん、まあ、それの縁もあって、あの、はいはい、ぜひあの来てくれないかってお話いただきまして、うん、で、台湾で試合したんですか。台湾で試合しました、はい、あ、台北ですか。台北だったと思います、はい、もう連れられていくままなんですけど、あんまり覚えてないですけど、まあ、結構繁華街もあったんで台北だったと思います、うん、その時はあれ向こうの選手と戦ったんですか。向こうの選手と、あ、それこそ僕とグルクンマスクが組んで、はい、台湾人のなんか兄弟がいるんですよ。うん、お兄ちゃんはこんなずんぐりむっくりで、はい、弟がイケメンっていう不思議な兄弟がいて、それは対戦しました。お、はい、どうでしたか向こうのプロレスは。向こうのプロレスは、正直言うと、やはりちょっと数年前の日本のインディーというか、はい、まあ、あのまだちょっと技術的な面で言えば正直劣るなと思って、はい、すごく荒削りな感じで、ただあのみんなむちゃくちゃ鍛え込んでるんで、体に関しては日本のインディーよりもよっぽどいい肉体、あ、なるほど、はい、してます。なので本当ちょっともっと経験積んで、うん、試合数積んで、うん、もう場数経験していけばもう一気にひっくり返される可能性はありますね。ちなみにプロレスのベースってどうなんですか。台湾って日本を真似てるんですかね。だと思います、うん、はい、なんかあの週刊プロレス読んでますみたいなやつもいましたし、あとはサムライ見てます、 YouTube 見てます、はい、あれじゃあもうちょっと DVD 見てます。見てくれてたんじゃないの。いやでもちょっと10年前ぐらいにあれですか、台湾で放映されてましたかね。10年前出演とかだと、あ、そっか、影も形もないかもしれない。なるほど、なるほど。え、そうするとあれですか、歴史としては10年ぐらい台湾の新台プロレスって分かんないです。どれぐらいなんでしょうね。どれぐらいなんですかね。向こうにあの前台湾にいた時に、はい、その新日本プロレスずっとね BS やった。ああ、そうみたいですね。そうなんですか。そうそうそう、多分そういうのを見て、うん、結構見よう見まねでやってるんだろうなっていう感覚が。ああ、なるほど。ちょっと漫画と近いですね、その、はい、誰か日本文化が来てそれにファンになって、うん、 そうですね、それで始めるみたいな、うん、誰か本当にもうコーチって言え、うん、呼べるような選手がついて、うん、本当に細かいリストの取り合いとか、はいはいはい、相手のテイクダウンとか、そういうとこまで教える人がいれば多分全然違うんだろうなと思います。ということは日本人選手が誰か台湾に行ってそう教えてあげられる人がいればいい、はい、いればいいと思いますね。名コーチが、名コーチが、はい、AKB みたいですね。そうですね、トッププロレスですよ。はい、いやだからこうあの選手もインタビューしてくるので、はい、ちょっと、ね、見てる人楽しみにしてます。すごい、ちょっと、はい、私も楽しみです。うん、なんかね、台湾のプロレスと日本のプロレスのちょっと架け橋的なところも、ね、うん、あ、いいですね、したいなというふうに思ってる。結構キャラクター面白い選手もいっぱいいたんで、うん、面白いね、ちょっと楽しみだな。いいですね、はい、はい、ということで、はいはい、今回のメインテーマですね、はい、3月23日後楽園ホール、はい、いよいよもう迫ってまいりましたけども、はい、この大会はどういう大会になりそうですか。そうですね、あの、うん、毎年あのフリーダムズ3月大会、3月後楽園ホール大会、あの下克上っていうタイトルで下克上させてもらってるんですけども、はい、あの毎年こう何ですかね、こちらを、はい、まあ、若い選手なり下の選手が、トップどころを食っていくぞっていうのをテーマにした大会であって、はいはいはい、昨年の下克上は、うん、笠井潤対吹本健二、はい、当時の王者笠井潤に吹本が挑戦した。はいはいはい、で一昨年の下克上は当時のチャンピオン武田正史に、はい、なんと正岡大輔が初挑戦したのが一昨年だった。なるほど。それが巡り巡って、はい、今度は正岡大輔がチャンピオンになった、その初防衛戦になんとその時チャンピオンだった武田正史が逆に挑戦するという、これがまたこう人間模様の、はい、不思議なところですね。プロレスってそういう因果が本当にできますよね。はい、武田正史選手もいい選手ですからね。本当に素晴らしいですね。素晴らしい選手ですよ、はい、いつもグッドシェイプでね。そうですね、そう体、そうですよ、仕上がってますもんね。あの武田選手は、はい、ハードヒットとかあの総合系の方々にも出られてるんですよね、うん、何をやらせても素晴らしいですね、うん、そうそうそう、だ総合系の技術もしっかり持った下地がある選手なんですよね、はい、素晴らしいです。女性人気もすごいんですよ。
女性人気もすごいのに、何なんですか、照れ隠しかなんかわかんないですけど、ちょっとたまにちょっとホモネタとか出すんですよ。いや、その感じが多分女性いいんだと思います。それはいいんですか、ちょっと照れてるというか。あ、ずるいなぁ。それがね、可愛いの。そう、なんかあの、それ計算なんですよ。なるほどね、計算して。本当に喜ぶとかじゃなくて、ちょっと照れてんだろうなっていう控えめな感じが女性ちょっとグッとくるんですよね。計算してる。なるほど、はい、ということを今のね話で言いますと、はい、メインイベントになるんですかね、これはね。これメインイベントですね、はい。キングオブフリーダムワールドチャンピオンシップと、はい、でデスマッチ形式はまだ未定ということですけども、はい、それは今さっきまさに発表になりました。なるほど、何でしょうか、何でしょうか、これがですね、何でしたっけね、何でしたっけ、蛍光灯プラス、はい、ガラス画鋲ボード。うわ、はい、ガラスには画鋲を貼り付けるんですね。ですガラス画鋲ボードプラス、はい、空き缶テーブルデスマッチ、ね、何でもありじゃないですか。もう蛍光灯があってガラスがあって、はい、ガラスに多分画鋲が貼り付いてて、そこにテーブルがあって、はい、テーブルにあの空き缶の、いや空き缶の羽生地でパッと来たんですね。それは多分テーブル上にこう敷き詰められてるのではないかと私は想定してるんですが、はい、このデスマッチ形式は誰が考えるんですか。チャンピオンです。あ、チャンピオン考える、はい、うちはあのフリーダムワールドチャンピオンシップなので、はいはい、チャンピオンがの自由なんですよ、うん、はい、チャンピオンがやりたい形式を決めることは、でも挑戦者にはもう言う資格はないんです。あ、このあの形式もデスマッチの形式も結構アイデアマンじゃないとなかなかいい方が出てこないですよね。はい、うん、ありきたりなのだとやっぱ引きにならないですね。はいはいはい、はい、これでもね、ガラスボードっていうのはすごいんですよ。見たことあります？はい、私ガラスボードないです。生で見たことは、はい、ぜひ見に来てください。あ、ガラスボード、ぜひ。はもうあの元々あれなんです、リポーター時代も、はい、あのデスマッチちょこちょこ拝見してて、はい、そうなんです、佐々木選手のあのファイトも見てたんですよ。お、あった、あった。もう本当にあのヒーローショーを見てるような感覚なんですよね、デスマッチって。この人たち死なないんだみたいな、はいはいはい、なので本当アンパンマンショーを見せるぐらいだったら息子にあのデスマッチを見せてあげたいみたいなのがあって。そうなんですよ、本当ちっちゃい頃から、はい、教育をしてる、教育英才教育今あの6ヶ月の息子がいて、うわめちゃめちゃ可愛いじゃない。そうだ、もうもちもちの時期です。でもこれからちょっと、そうなんです、アンパンマンミュージアムに行く前に、レンタルしてください。ちっちゃい子だよ。だってまださすがはちっちゃいでしょ。ね、小学生ですよね。小2ですもん。小2と、いやいやいや、小下の子は？いや下が小2です。あ、小2、ああそっか。下が小2、まあ、はい、小2を僕もものすごく溺愛してます。ちっちゃい子。はい、6ヶ月ってめちゃくちゃ可愛いんですよ。はい、かまだ歩く前で、ほんとハイハイが始まる。ちっちゃいもんね。そうですね、こんなもんですね。ねほんと。はい、いやでもそのもうね、本当にフリーダムスにはちょっと連れて行きたくて、はい、実はもう早いうちから、ね、ガラスボードが割れる瞬間ってすごいっすよ。音とかも、音がそうですね、あとなんか破裂する感じ、飛び散りますね、バーン、はい、特別リングサイドとかそっちの方って どれぐらい飛びます、ガラスボードは。結構ガラスの破片はもう最前とか平気で飛んでるとか。あ、本当ですか。ただ最前を買われるお客さんももうそれありきでそれを楽しむみたいな、ね、はい、そうか、あのもう当然蛍光灯もね、はい、あのガラスがバーン飛んでくるのも来ますし、ね、はい、そう、なんか蛍光灯ってなんか破裂音がなんか割とパカンパカンパカンって感じなので、そう、そうそう、言うほどこうバーンってくるイメージじゃなかったんですけど、まあでもやっぱり飛びますよね。飛びます、飛びます、飛びます、飛びますね。ね、あの蛍光灯がシュポンって感じでさ、はい、あるじゃないですか、うん、はい、でもガラスボードってなんですよ、ボーンって爆発するのかなんですよ、はい、なんだ、いや、楽しみですねってことはこれだってガラスボードだけじゃないですもんね。そう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 、画鋲が張り付いてる、ね、ガラスボード割れる音、破裂音を聞いたら、はい、画鋲はなんか可愛い感じしますからねそうですね、私画鋲ついてるんだろうなみたいな。そう、一応画鋲ついてるかもしれないけど、なんか画鋲は可愛い感じします、むしろあのカンカンの半分に、はい、あの上にボディスラムとかされたら、はい、これは痛いですね、あれ痛いですね。ジャックがあの一回去年来た時に、はい、なんかコンビニから空き缶をこうやってビニール袋に入れてこうやって帰ってきたんですよ、はい、こいつは何をしてんだって空き缶を集めて売りに行くのかなと思って、はい、そんなに俺困らせてないんですよあの回収のやつですよ、めちゃめちゃランチ、そうそうそうそしたらそれを全部後楽園ホールに持ってきて、こうシュパンって切ってなんかこうやっつけたみたいなんで、すごいな。そう、この間ね、大日本プロレス吹本選手が、はい、あの出てきた時もあれ持ってましたね、空き缶、空き缶のやつを。若干今うちで流行ってます、ね、流行ってる、流行ってる。あれセルフなんですか、はい、
セルフですよ。マジですか、はい、じゃあ大変ですね。選手たちもやりたいもののために集めに行くんですか。空き缶とあと、はい、あのすりおろす、うん、おろし金、はい、おろし金が板に貼ったんです。あれおろし金に見えますけど、おろし金じゃないんですよ。あ、じゃないですか。あれはガジェットっていう、なんかこう、はい、なんですかね、大工さんとかが木と木をこうカチャって貼り付けるためのもので、あれめちゃめちゃ刺さるんですよ。はいはいはい、ギザギザしてるから。それ肩にこうやってて、それで殴ったりして、殴ったりもう血だらけになる。はい、痛そう。あ、おろし金じゃない。おろし金じゃないです。そういうなんか木を止める金具なんです、うんうんうん、ああ、なるほどね。そうそう、あの勇さんがやられてました、はい、あ、本当ですか、懐かしいな。もう10年前とかだと勇さんとか、うん、あの宮本優子さんとかがすごいまだ若くて、うん、のキャシャな初めぐらいなんですよ、はい、宮本突っ張り優子って言われてたぐらいの時期で、もう今なんか見てちょっと感慨深いですもん。懐かしいですね。そうそう、宮本さんもよく出られてますもんね。うち出てます。これにも出ますよ。あ、これ出ますね、はい、あ、ちょっとあのカード紹介してきましょうか。そうですね、はい、今デスマッチをね、はい、正岡大輔選手対、はい、谷田雅史選手ですね。これ、はい、あの正岡選手が八大王者ですね、はい、初防衛戦と。初防衛戦なんですね、はい、これ防衛できるかどうかと、はい、谷田選手手強いですか、ね、いきなりものすごい挑戦者が現れてしまうね。本当ですよ、もうちょっとなんか違うね、いやいや、でもそれを許さないのが、そう、許さないのがフリーダムです。そうですね。はい。で、まあ、これは試合中はこれと感じですかね。まだ決まってない。多少違いますね。セミファイナルがこの、ジュニアになりますね。そうなんですね。UWA 世界ジュニアエディ、はい、ウー選手権試合と、はいはい、ここ2つ決まってるって感じですか。はい。源太郎選手が王者と、そして、うん、宮本優子選手が挑戦者と、はい、いうことになりますね。ダンス第30代王者の源太郎選手に2度目の防衛戦ですね、はい、まあ、メキシコのゆかりある UWA のジュニアのベルトを今フリーダムズが管理してまして、はいはいはい、今源太郎が巻いてるんですけども、うん、はい、そこにですね、まあ、宮本が、まあ、今まあ、宮本自身が、まあ、体自体はジュニアであっても、うん、ジュニアを売りにしてる選手ではないんですけど、ないですね、でも動きがでも完全にジュニアの動きもしますし、はい、はい、で宮本自身がどうしても今だとデスマッチのイメージが強いと思うんですけど、うん、実はレスリングをさせたら実はもう天下一品。いや、そうなんですよ、はい、宮本選手すごいんですよ、はい、そうそう、ジュニアの動きもできる、レスリングもできるっていう意味で、それで今回 UWA 世界ジュニアの挑戦が決まって、なるほど、まあ、デスマッチじゃない宮本優子が見れるんじゃないかと、うん、はい、これでも珍しいですね。もうここ最近だと宮本選手って結構もうそういうデスマッチのイメージで、そうですね、そうそうそう、はい、デスマッチのイメージが強すぎるから逆にあえてって、はい、へー、すごい、やっと、それがフリーダムのヘソが曲がってると思う。しかも源太郎選手とってなったらもう結構動く、ね、空中もありの、そうですね、ペースのある人たち同士ですからね、はい、源太郎選手美しいですよね、空中戦。デスマッチの間に組まれるから逆に際立つみたいなのもあるかなと思いますね。あれデスマッチをした後のそのリングの上ってどうなっちゃってるんですか。なんとなく清掃してますか。そこなんとなくいいですか。なんとなく、じゃあもしかしてどうせその後また汚れちゃうんだ。どんだけ一生懸命やってる。なんとなく掃除して画鋲が起こってたりとかして、はい、全然あります、ね、あったねみたいな感じ。じゃあ入場したらなんかあるぞおい。結果的にデスマッチになったりして、はい、本当ですよ。本当に面倒くさい時は片付けないでそのままカーンって時もあります。ちょっと待ってください。前の試合のデスマッチの残骸のまま次をやるっていう時もあります。でもそれだとデスマッチになっちゃいますね、なんかね。それもそういうルールなんで、ルールで、はい、前の試合の残骸そのまま片付けないでやりますよっていうルールで。そんなのあるんですか。あります、はい、では源太郎選手は絶対デスマッチやらないですよね、はい、基本やらないですね、はい、やったことあるんですか。あります。武田がチャンピオンだった時に、はい、武田に挑戦させろって言ったら、武田が俺はデスマッチじゃなきゃ受けない、うん、フリーダムワールドのチャンピオンの権限でデスマッチじゃなかったらお前の挑戦受けないって言ったんで、うん、しゃーなしにデスマッチやってしかも負けたっていう。おー、辛い過去だな。辛い。そう、向こうの土俵に入ってって、はい、普通に負けた。勝ったら過去だったですね。なるほどですね。なるほど。源太郎選手も、まあ、なんかちょっと面白い感じの人ですよね。そうですね。独特な雰囲気が、ブログもちょっとね、面白いですよね。あ、そうですね。ポエマーな感じがする。意外と文才あるんですよね。です、思います。なるほど、うん、はい、そして次の試合いきましょうか、はい、ね、あ、佐々木隆選手出ますね。私ですね、はい、ストリートファイトスタイルハードカッタックマッチと言いますね、はい、佐々木隆選手と石川修司選手が組んで、はい、
葛西純選手、木本健二選手と戦うということですね、はい、これはですね、はい、いやストリートファイトスタイルって何ぞやと、はいはい、要は、私服です、うん、私服、普段のコスチューム姿ではない服装で、はい、やるのはハードコアマッチ、はいはい、ってことですね。で、まあ、向こうが葛西純、木本健二のアンチェインに対して、はい、こちら側は高橋、石川修司の、まあ一関に行こうという高校の先輩後輩だった。ああ、関係性が。先輩後輩なんですね。僕が1個上で1個下が石川修司で同じ柔道部だったんです。あ、そうなんだ。じゃあもう一緒にやられてました。じゃあ高校時代から知ってた。高校時代から知って、僕が16、17、はい、彼が16の時からずっと高一高二。じゃあもう先輩なんだ。はい。はい、一緒にで小学柔道部だったんでずっと一緒に柔道部の部室で一緒にシュープロ読んだりとか。それが今、はい、柔道の帯をこう結んでネットを作ってバレーボールやったりとか、ね、何してんですか。柔道場の隣のプールを一緒に覗いたりとか、何してんですか。柔道場、足が高くていいな、全然見えないよとか。ちなみにあれですか、当時からプロレスラーになろうっていう2人で言ってたんですか。なろうとは2人で言ってなかったと思います、ね、はい、ただまあお互いに本当にプロレス好きなんだなみたいなお互いに分かってて、でももちろん僕先輩なんで僕先卒業しますよ、はいはいはい、卒業した上で、うん、もう周知に一切何の相談もせずもうポッとプロレス界に入って、うん、でデビューして、で何年かして週刊プロレスに記事を載せてもらったのを、たまたまコンビニかどっかで立ち読みした周知が見つけた、おあれ、はい、これ先輩だってなって、はい、ですぐと DT やったんで、はい、DT の事務所にあいつが手紙を送ってきて、はい、で高木さんからなんか「お前手紙来てんぞ」っつって手紙受け取って「ハンレター来てるぞ」みたいなで受け取って裏見たら「石川修司」って書いてあって「ああ修司だ」と思って「ファンじゃねえじゃん」と思ってで手紙開けたら「先輩レッサーになったんですね、うん、僕もなりたいんですけど」みたいなのが書いてあって、はい、で当時携帯電話とかやっぱなかったんで、高校卒業した時点 で、はい、で連絡の取り方が分かんなかったんですけど、はい、その手紙にはもう電話番号書いてあった、うん、家電かなんか書いてあった、はい、そこに電話して「お久しぶりだな」って、うん、ちょっと飯でも食うかっつって会って、でその「僕プロレスになりたいんです」っつって、でも当時もう柔道めちゃくちゃ弱かったんだよ。あ、そうなんですか。今じゃもうほんと想像つかないんですけど、体大きい、ひょろひょろのガリガリで、あいつあの身長で65キロはしなかったっ、あらひょろひょろのガリガリで柔道もクソ弱かったんで、お前みたいなもんがなれる世界じゃねえよっつって、やめとけやめとけっつって、なるほど言ってたんですけど、まあまあもうあとは本人の努力ですよね。うん、なんか倍ぐらいに出かけたりとか、すごいなぁ。DDT ですよね、石川さんのデビュー。そうです、ね、そうですよね。そのままじゃああれですか、そうですよ、そうです、僕を追いかけてきたのかわかんないですけど、はい、DDT にリアクション送ってきて、で当時僕がその若手の新人の練習生希望者の入門テストを管理する担当だったので、僕が入門テストのメニューを用意して、でそういうひいき味一切なしにやらせて、でダメだったので高木さんに落としましょうって言ったんです。あ、そうなんですか、はい、でも高木さんはいやもったいないなーっつって、大きいからね、あの身長もったいないってババみたいじゃんっつってババみたいだから入れようよっていう、それだけで入ったんです。すごい。あ、じゃあもう規定にはあのとこダメだった、僕が用意した体力テストの規定には全くもってダメだった、すごいよ。ただそれでもいいっつって入門させた高木さんの眼力の強さですね。そうですね、今ではトップレスラーですもんね、あそこまで僕がなるとは僕の脳みそでは想定できなかったんで、やっぱり高木さんって見る目ある、見る目あるんですね、素晴らしいですね。すごい。そっか、そんな2人が今回、そんな2人が、じゃあなんかすごい、そういうことを聞くと、はい、ちょっと見方変わりますね。そうですね、はい、この際がどんなこうタッグをね、はい、タッグコンビネーションというか、はい、見せるのかとかも。最近すごく思うのは、はい、やっぱりね、あのプロレスラーの背景を知ってからプロレス見たら全然見方変わる、ね、はい、そうですよね。だからそういうのをこう番組で伝えたいですね。そうですね、伝えたいですね、はい、うん、はい、ありがとうございます。はい、はい、そしてキングオブフリーダムワールドタッグチャンピオンシップ、はい、バラモン兄弟ですよ。実はバラモン兄弟がタッグチャンピオンのフリーダムの、バラモン州、バラモン兄弟、地方大会でタイトルを移動したので、意外と知らない方いるかもわかんないですけど、実は今フリーダムのタッグチャンピオンはバラモン兄弟なんですよ。バラモン兄弟大活躍。
それまであの進むようや早田君ってイケメンタッグの前にさ、はいはいはい、あそうですね、そのイケメンタッグの地元でもある広島で、まさかのバラモン兄弟にあいつら負けるっていうですね、あら広島のファンがみんなでひっくり返ったそうですよね、負けるのかないみたいな確かにひっくり返るわでもなんかあのどんな形でそうね負けたのかちょっと私聞きたいんですけど、うん、どんな感じだったんですか。僕も見てないんです。あ、本当ですか。僕もこの後に試合を控えてたので、ただなんかあの普通に正当的にやってるわけじゃないですね、うん、多分ねだと思う。ただワンツースリーカカーと同時にドヤーっていうだからよく会場が何とも言えないあのすごいざわめきは聞こえてきますね、控え室まで。多分想定しなかった観客も でしょうね。であのバラモン君はどっちか分かんないけどどっちかが、はい、お前ら広島だからこいつら勝つと思っただろうバーカーって帰ってたんで、もうねあのいつものやついつものやつ、はい、そっか。でもそうですもんね、住吉選手とかね広島の人ですからね、まさか地元でアイドルをしかもバラモン兄弟に失うとは思わないですもんね。確かに多分そういう思いを全部ひっくるめてのドヤっていうドヤそういう感じだったんですドヤってそこにそのバラモン兄弟に、はい、マンモス佐々木選手、杉浦徹選手の挑戦、はい、ということですよね、はい、マンモス佐々木選手も大きいですもんね。でかいです、ね、だからあのバラモン兄弟ちっちゃいじゃないですか。そうですね、小柄です、ね、どんな戦いするでしょう。ただですね、今回やっぱりこのタッグマッチに関して言えば注目してもらえたのはやっぱり杉浦徹なんですね、はい、杉浦徹が、はい、あの去年の1月かな、はい、にあの僕は、うん、フリーダムのタッグ王者になりたい、はい、タッグ王者になるためにマンモスさん僕とタッグを組んでくださいっていうのを、はい、去年の1月に直訴して、はい、でそれでマンモスも迷った挙句、うん、じゃあ分かった一緒に組んで頑張ろうって言ってで頑張ってきて、うん、でどっかであのいつか忘れましたよ、大谷慎二郎高岩達人組っていうチームに勝ったんですよ。おお、勝ってこれでタッグ王座挑戦かっていうところまで行ったんですけど、はい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 、その勝った時に実は杉浦が肩を脱臼してた。ああそうなんですか。でそんな大物食いをして、はいはい、もうよっしゃ杉浦こそベルトだって時に実は肩が外れててそこから欠場するんですよ、はい、で不運な感じ で肩を治してで復帰をしてきて、まあ、もうさまた僕と一緒にタッグ王座目指してくださいっていうところから再スタートを切っての今回の挑戦。あ、そうです。その前に去年の11月に1回挑戦権得てるんです、はいはい、で当時の進む早田組に挑戦してるんですけど、はい、負けてるんですよこれは。あ、そこでもベルト取れなかった。なるほど、すごいこう思いを持って臨んだ試合に、はい、そうか。そこでもこれでも挑戦者決定戦を今年に入っていろいろ繰り返してきて、はい、それを勝ち抜いてやっとここでまた挑戦が決まったんで、杉浦の中では相当もうこのチャンス今度こそはっていうのはあると思います、ね、相当この今までのプロセスを見てみると相当時間かかってますもんね、うん、すごい時間かかって1年半ぐらいかかってます、ね、うちその間も何ヶ月か欠場もしてるんで。そうですよね、杉浦選手ってちなみにキャリアとしては何年ぐらいなんですか。あいつはもう8年ぐらいになるんじゃないですか、ね、8年ぐらいになるんですけど、うん、ただどうしても怪我が多くて、膝の怪我で2年ぐらい、うん、あと肩の怪我で多分数ヶ月ぐらい、うんうんうん、8年のキャリアがあったら多分3分の1は休んでる。なるほど、でもそうなりますよね、はい、結構大きい怪我をされると長期欠場になっちゃいますもんね。そうそうそう、ただ今はもう肩も治って膝も調子がいいみたいなんで、はい、この調子でいけばっていうところまで本当にもう本当あと一歩ってところに来てると思います。相手バラモン兄弟ですからね。そうですね、何が飛び出すか分かりませんから。でバラモン前回あの広木、カズマ、坂本組と防衛戦した時も、はいはい、反則かなんかしたんですかね。僕も、それも僕も見てないからですけど、なんか反則決着かなんかでよく分かんないやつで防衛したんで、そういうずるい防衛の仕方で防衛回数だけ重ねていくっていう可能性もありますからね。らしいっちゃらしいですけど、ね、まあまあまあらしい、そういうキャラだもんね、はい、彼はね。なんならセコンドに空手バラモンもいますからね。そうなんですね。空手バラモンがいるのが、はい、逆にハンデなのか有利なのか、はい、まあ、正直分かんないですけど、はい、一応2対3にはなっちゃうかも分かんないですね。まあそういう思いをちょっとね、杉浦さんはね、ちょっと思いを遂げてほしいですね、はい、そうですね、ですから。はい、ということで次行きましょうか。はい、タクマッチ、はい、そう、今話題に出てた住友也選手、はい、ね、住友也選手と、それからカズマ坂本選手がタッグチームを組み、はい、新井健一郎選手、
力選手ですよ、はい、来ましたよ。これはやっぱりなんつっても力くんでしょうね。力くん、力くんですね。あのもうあの力くんもそれから一生懸命戦うので、こうハートを、そうですね、見てる人の心を打つっていうのもあると思うんですけど、もう進むゆうやにしてもカズマ坂本にしてもそんなの一切関係なしなんですよ。で特にカズマはもう体も大きいし、やっぱアメリカンスタイルとかもやってて、あの力くんとは要は真逆だと思うんですよ。合わないですもんね。合わないと思う。戦い方で言うならば完全に水と油だと思うんですよね。その水と油が多分ものすごい化学反応というのか、もうものすごい凡戦で終わるのができた限りなく、もう両極端な可能性を秘めてます。でも新井健一郎選手も上手い選手ですよね。新井さんは素晴らしいです、あのこの人ほど僕脳みそでプロセスする人いないと思うんです。そういう意味で僕ものすごい評価してます。とても上手い選手。なのでうちもレギュラーで出てもらってるんですけど、多分新井健さんだったらあの相手に進むと一馬坂本がいても多分力くんを面白いように多分こう操縦してくれる。操縦してね、はい、操縦士なんですね。操縦士なんですよ。そうか、はい、力くんほらダース・ベイダーとかあのスターも好きだから、うん、そうですね、こういう若いくせ者相手に力くんがあんなもうまっすぐしか生きれない、まっすぐしか突き進めない力くんをどう操縦するかやっぱ荒健さんがかかってるんですよ。そういうところ注目してあげたいと思います。カズマさんは何度か出てもらってるんですけど、はい、あの向こうに行って帰ってきてまたね体大きくなってるんですよ。でかくなりましたね。でっかいけどやっぱ動けるんですよね。動ける動ける早いんですよ。これはすごいです。そうそうそう、しかも無駄にバン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 動かないでのらりくらりやってるようで、いざって時にズバンって仕留めちゃうの。そうそうそう、素晴らしい。杉浦選手もねもう非常にビルドアップされた体で、そうですね、はい、うちで多分下手したら一番練習してたかもしれない。もともとそういう結構練習をしっかりされる真面目な、はいね、数年前よりも全然体大きいですもんね。そうですね、筋肉がすごく体ついてて。メキシコとかに向かれたんですか。そうです、来ましたね、はい、あ、そうですよね。そうそうそう、3年ぐらい前まではなんかちょっとどっかまだ可愛いらしい感じがあったんですけど、髪も伸ばして肌も焼いて筋肉もつけて、すごくワイルドな、ワイルドな精悍な感じになりましたね、はい。前進む選手だったんですよね、確かね、そうです、そうです、はい、英語表記、英語表記、はい、進むって名字だったのみたいないや、本当そうですよね。確かに名前じゃなかったですね。この試合もね、はい、楽しみな試合でございます、はい、そして最後、はい、全敗したら首、はい、ドラゴンリブレ、試練の7番勝負ですね、はい、第4戦ということ で、はい、で相手が強いじゃないですかこれもです、ね、相手超流ですよそうこれがですね、多分あのそれまさに今さっき会見が終わってきたんですけど、はい、ドラゴンリブレがですね、はい、なんか謎の上半身裸に胸毛ボーボーで記者会見に現れまして、はい、高岩さんと、はい、ジュニアかもわかんないけど、はい、体重差どんだけあると思ってるんですか、はい、まあ本人が言うには30キロ差らしいんですけど、はい、そんな30キロ差があって勝てるわけないでしょ、はい、もうみんなどうせ俺が負けると思ってるんでしょ、はい、思ってるよっつって、はい、どうせ負けんだろって、はい、だからあの僕は納得いかない、はい、納得いかないからあの僕にの方に有利な特別レフェリーを用意させてくれと言い出して、はい、それがどうがどう有利なのか全く分かんないんですけど、特別レフェリーがどうやら桃田光夫さんらしいんです。なるほど、ドラゴンリブレが言うには来た来た。で桃田光夫さんが特別ルールを考えてくれたんです、はい、自分に有利なルールを、はい、で、あのまあ高岩さんがカバーしたら3カウント、はいはい、でドラゴンリブレがカバーしたら2カウントで勝利になるっていうルールを桃田さんが考えたっていうんですけど、そんなこと考えますかね力道山2世が。本当ですよ、本当ですよね。力道山2世がそんなこと言いますかね。あ、これちょっとカード紹介したいんでもう一回もう一度言いますよ、はい、ドラゴンリブレ選手対高田達人選手です、はい、で、その特別レフリーが桃田三蔵さんです、ね、高田選手それ飲んだんですか。多分ね、知らないと思います。あ、かわいそう、あ、今日の記者会見は出てた。来てないんです、来てない、知らないと思います。当日になって知っちゃう。今頃シュープロモバイル見てびっくりしてる、ね、あーですね、なんだ、聞いてねえよみたいな。か、なんでもいいよって言ったあー、なんでもいいっすね。そうか、もう自信満々で、はい、自信満々、はい、満々でね。いやでもそれ本当首かかってますからね、ドラゴンリブレ選手、はい、あのどうせあれでしょって思ったかもしれないですけども、僕ら本当に首しますからね本当に首、だって僕に盾ついたんですよこいつは。一番のド新人のくせに、今年 の、 あのお正月にあのワンデートーナメントをやって、はいはい、抽選の結果1回戦の相手僕ドラゴンリブレだったんですよ、はいはい、で5分一本勝負だったんですけど、はい、その5分で仕留めきれなくて、はい、で5分で時間切れドローになって、でじゃんけんで勝ったらおあの
2回戦に進出できるんだって、はい、じゃんけんで勝負した結果ギリギリ僕勝ったんですよじゃんけんでじゃんけんでそれはあれですか、あの 1回勝負ですか、最初はグーじゃんけんポンで、はい、1回目は多分何人かで引き分けだったんです、はい、グーかグーか、はい、でアイコで勝負、アイコで勝ったんです、はい、で僕見事2回戦進んだんですけど、はいはい、それをもう 何日かしてしばらく経っていきなりあの時は後出しだってそんなの代表に言います？小さい。いっちゃうもんだ、いっちゃうもん。あのじゃんけんは後出しだった。クレバー、クレバー、クレバー。後出しがなければ僕優勝してたのか、わけないのに。ああ、なるほど、なるほど。そんなわけないだろうって話なんですよ。で、僕にガンガン噛みついてきたんで、頭きたんで、じゃあお前のために7番勝負組んでやる。そこから全敗したらクビなって言って、で、かつて、もう華々しいタイトル歴を持ってるやつだけバンバンあってそうですよね、はい、もうこれ第4戦目ですけど1戦目誰か、はい、1戦目小高勇です、あー勇さん、そして2戦目は、はい、2戦目が誰だったかな2戦目が荒研さんです、荒研さん、荒研さんのドラゲーから、うん、ですよね、ガッツワールドとか引いたこと4度まで振り込まれてるんですからね、で第3戦があの丸山敦司、あ大阪プロレス系で結構ベルト巻いてる、ね、そうですね、今大日本で第4戦が高岩さんになって、ね、IWGP と GHC ですよ、はい、ですよ、今までとはまたメジャー数段桁違いの桁違いのチャンピオン歴ですよね、もうメジャーの選手ですから、さらにその何なら特別レフリーの桃田さんだって世界ジュニアの王じゃないですか、あ確かに世界ジュニアと IWGP ジュニアとGH ジュニアに囲まれてこうやって何見せるんだって話なんですよね、ちなみにドラゴンリブレ選手体重何キロぐらいですか、60何キロじゃないですか、ガリガリですもんね、ガリ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 の上にあの胸毛ボンボンがガリ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 胸毛ボンボンって言ってたまあ、何なら胸毛も僕が剃るなってたんですよね確かに確かに、はい、そんだけ生えてんだったらもったいないから剃っちゃダメです、うん、だから武器になったんですよね、でデビュー戦の時はツルツル時期があったんですよ、あ、剃った自分で剃って、頭きちゃって、お前誰に断ってツルツルにした断って次からボーボーで来いんです、ボーボーで来いと、一応あいつ生意気なくせに律儀にそば守ってるんですよ、あ、なるほどなるほど、胸毛アートとかすればいいんですそれだ、あいいね、もう光る胸毛ですか、ね、なんかいろいろ遊べますよ、あいいですね、首にする前に胸毛アートしましょう、やりましょう、胸毛アートして遊びましょう、いいかもいいかも、いいアイデアいただきました胸毛アート、はい、素晴らしい、あ全部で 1,2,3,4,5,6 試合、6試合ですね、6試合ですね、はい、はい、ということで3月23日、はい、試合開始が、あ夜7時ですね、夜7時ですね、19時ですね、はい、会場が18時14分です、今回ですが、なんか会員特典みたいなんですか、あのファンクラブ、フリーダムズモバイルファンクラブっていうのがあって、はい、それにあの入会していただいている方は、はい、6時15分会場なんですけども、はい、6時に中に入れます、15分前、はい、で6時に中に入れた上に、はい、さらにその先行入場してくれたファンクラブの方だけで、はい、全員でじゃんけん大会をします、おでじゃんけん大会をして、はい、見事1位を勝ち取った人にはおなんと、なんと第8代 KFC 王者正岡大輔の使い古したコスチュームがプレゼントされます、はい、おーすごい、これすごくないですか、これすごくないですか、ね、使ったコスチュームが、使ったコスチュームが、はい、しかも買えるとかじゃないですよ、もらえプレゼントですか、彼のコスチュームはパンツ、ロングパンツ、いや、だからいろんなの持ってますんで、どんなのが来るのか正直僕も分かんないんですけど、すごいチャンピオンがそれをプレゼントしちゃいます、うわすごい、これは手に入りませんよ、家に帰って正岡大輔ごっこをしたい人はぜひあのモバダムズに入会していただいて、はい、6時に、先行入場した上で、はい、じゃんけんで勝ち抜いてください、いやモバダムズ、モバダムズっていうんですね、モバダムズっていうあのモバダムズ、はい、モバイルファンクラブサイトですね、なるほど、はい、月額540円 で、はい、で試合動画も見れますし、はいはい、先行入場もありますし、はい、あとなんならこういろんなグッズが当たったり、ね、はい、ですね、あと選手のコラムが読めたり、はい、いろんな特典があります、なんかあれですよね、選手の先行入場してあの選手と写真撮ったりもできるんですよね、できますできます、ね、はい、あと先行入場できるってことは要は欲しいグッズを誰よりも早く買える、そうですね、はい、あとはあの先行の前売りチケットとかもあるので、はいはい、そういうのを誰よりも早くいい席が買えるという特典もあります、なるほど、はい、誰よりも先にというね、誰よりも先に、誰よりも先に、ね、はい、ということで、3月23日、はい、フリーダムス後楽園ホールというですね、はい、会場が18時15分、開始が19時と、はい、で、
モバダムズに入会する入会するそうそうそうモバダムズ、そうそう、はい、入会する人は18時に後楽園ホールに入るというね、はい、特典がついております、はい、でチケットですね、チケットは、はい、特別リングサイドが6000円、はい、リングサイドが5000円、はい、そして指定席が4000円、はい、当日は500円増しということですね、はい、で学割があります、はい、学割障害者割がありますと、はい、これはいくらになるんですか。前売り料金の半額です。要は学生証、あと障害者手帳を、はい、受付に提示していただきますと、はい、前売り料金の半額なので、はい、まあ、特例はちょっと完売しているのであれですけど、はい、リングサイド席は半額の2500円、おー安い、指定席は半額で2000円で、はい、見れますよと、なるほど。でさらに中学生以下の方は入場無料とあったんです、はい、すごいすごいですね、はい、もうそれこそさっきの学校の話じゃないですけど、はい、プロレスファンの底辺拡大のためにも、うんうん、ちびっこにいっぱい見に来てほしいし、まあ、僕も子供がいるんでね、はいはい、子供がいるんでやっぱり子供連れてプロレスに行こうかなみたいな、うん、そういう家族の時間をちょっとうちで過ごしてもらえたらなと思って、行きます行きます、ただ6ヶ月じゃお金取りようもないですから椅子にも座らないからね。こないだね、その小学校でプロレスやったところの子供たちに来てほしいですね。そうですね、いや、あの後すごかったんですよ、街を歩いてたら、はい、あープロレスの人みたいな、嬉しい、で子供たちがたかしたかしって言って僕に駆け寄ってきてくれて、いや嬉しい、めっちゃ嬉しいじゃん、めちゃめちゃ可愛かったですね、抱きしめてあげたかった警察呼ばれたらあれなんで、いや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 大丈夫ですよ、もうヒーローです、ヒーロー、本当ですよ、嬉しかったですね、なんなら本当普通の格好で普通にジーパンで街プラプラしただけだったんですかね、よく気づいてくれたなと思って、あでも地元の小学校ですもんね、はい、ね、そうです、地元小学校、日頃から お会いする感じですよね、そうですね、悪いことできませんよ、そうそうそう、本当だ、しませんしませんしません、はい、はい、というわけで3月23日ですね、はい、3月23日後楽園ホール、ぜひいらしてください、はい、よろしくお願いします。はい、というわけでまおちゃんコーナー、まおちゃんコーナー、はい、もう毎回恒例になってきました、まおちゃんコーナー、そうですね、はい、もう今日はどんな質問が飛び出すのでしょうか、はい、元祖女子として、はい、元祖です、素晴らしい、そうなんですよ、呼び声の高い真鍋まおと申しますけれども、はい、はい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 、今回はですね、まあ、女性目線というところでこちらのコーナー進めていこうかなと思ってるんですけど、はいはい、デスマッチとかを、うん、まあやっぱり結構もう感染する女子すごい増えてきたと思うんですよ ね、はい、最近はすごく増えてると思うんですけれども、うん、その見た時に、はい、で見て大体皆さん血だらけになりながらお見送りしてくれるじゃないですか、はい、これでもすごかった、もう後楽園で本当大丈夫っていうぐらいの状況でも皆さんニコニコお見送りしてくれるんですけど、はい、その時にこうどういう言葉をかけるのがちょっとこう、うん、こいつ味方分かってんなっていう通なのか、これは確かにお寿司屋さんでこうお茶を上がりっていうみたいな感じで、そうデスマッチならではというかやっぱり心配しちゃうんですよね最初に、だけどそうなんかこういう感じで見ててくれた方がで最後にこんな声のかかったするとおこいつ分かってんなって感じするよっていうのってあるんですか。なるほど、ね、いい質問です。私もこの間コラケホールで、はい、その血だらけになってる佐々木さんに対して、はい、なんでこういう声かけていいか分かんなかったですもん、はい、なんかお大事にしてくださいって言うんだし、それちょっと変そうそう大丈夫ですか、お疲れ様でしたっていう、はい、いい試合でしたのかいい試合でしたっていうのか、どういう声かけ、あむしろどういうふうに声かけられて嬉しいんでしょうね、うん、選手さん、そうですね、うん、要は試合が終わった後は、はい、基本売店とかにいる以上はどんだけ血が出てても、はい、もうアドレナリンマックスなんで、もうその時点でもう痛みとかほぼ感じてないんです、はいはい、試合中はデスマッチアイテムを食らったりすると、うん、その都度その都度痛いです、うん、痛いんですけど、はい、それで要はそれを勝ち抜いて勝ってで皆さんの歓声とスポットライトを浴びてこうやってガッツポーズ決めて売店行くわけです、はいはいはい、もうだからもう試合中以上にアドレナリンが出まくってるんで、はい、だからなんかそういう大丈夫ですかとかそういうのは逆にアドレナリンを下げてしまう可能性があるんで、もう本当単純にかっこよかったですと面白かったですっていうそういうアドレナリンをさらにこう上げてくれるようなことを言ってくれたら最高に気持ちいいと思います。なるほど、
もうさらにねヒートアップするようなことを投げかけてくれるといいかなと、はい、皆さんぜひ会場ではそういった声かけていただきたい、ね、かっこよかったぜっていうね声かけ、それが一番ですね、すごく熱かったです、もう感動しました、もう何でもいいと思うんですけど、そういうプラスに働くような言葉をかけてもらうという、痛くないんですかこんなことしてとか、はい、いっぱい血出てますよとか言われてももう知っとるわって話なんですよ、確かに間違いない、もうそんなことは別に心配していただかなくても、はい、それはもう100も承知で売店にいるので、そうですよね、はい、そういうご心配はいらないので、はいはい、本当に見たまんまの感想を言っていただければ、はいはい、ということです、はい、はい、ありがとうございます、いい質問です、ね、いい質問です、いやでもね、みんなね声かけるの困ってると思いますよ、うん、そうだと思う、そうそうそう、困ってる、困ってる、なんて言えばいいのかなってやっぱ思っちゃいますからね、はい、ということで、はい、ありがとうございます、はい、ちなみにあの、はい、血だらけになる佐々木さんですけど、はい、日頃どのようなトレーニングをされてるんでしょうか、あの血が出ないようなトレーニングとかあるんでしょうか、全くありませんね、いや人事を超えますね、これがですね、はい、あのものすごくつまんなくて申し訳ないんですけど、はい、本当に普通のことしかしてないんですよね、本当にジムに行ってウェットトレーニングして、あとはあのリングでの音マット運動とか受け身とかスパーリングとかの音練習をして、レバーをよく食べて、それも別にないんですか、血足りなくなっちゃうんですよ、本当に朝飲んでとか、ね、だから血あんなに出てて貧血にならないのかな、本当に人間って意外と大丈夫なんですよ、ね、強い、なんかね、はい、そういう出血多量で倒れませんとやっぱ聞かれるんですけど、一回も倒れたことないですね、すごいな、いや出血多量で倒れる前に試合で倒れるかもしれないなっていうね、それで倒れるぐらいだったら多分あのこう採血とかで血を抜かれる方が嫌ですね、ああそうか、だから試合で出てる分には別にいいんですけど、はい、はい、今から抜きますって言われる方がやっぱ怖くないですか、本当に、それは意外すぎる、慣れたもんでしょ、なんかちょっと面白いですよね、はい、いつも血だらすってなってる人が、はい、採血します、ふぅーって、ちょっと面白い、デスマッチだって、何でどういうタイミングで何を食らうかなんか分からないんですよ、はいはいはい、でも、はい、今から刺しますって言われる方が怖いですよ、ね、なるほど、ここにみたいな、感覚違う、いやいや、それは意外な話、ガビを刺さってますがな、いつも、そう、いや、まあ、まだその方がいいっすね、そうなんですね、そういう感覚はもう、あのデスマッチを経験さすしか分からないですね、ですね、だと思いますね、面白い、はい、ということで、はい、そろそろねお時間なんですけど、はい、これからそのこのあその前にちょっとこれだけ聞いておこうかな、あの今の業界の状況ってどう見てますか、新日本プロレスやら、ね、何日本プロレスありますけども、そうですね、うん、あの なんとなくのこのプロレス熱はすごく上がってきてる感じはします、はい、あの街歩いていろんな人と喋っててもあの最近プロレス盛り上がってるみたいですねっていう声は結構かけられるんで、うん、あと本当にまだあと一歩とは言わないです、うん、まだ数十歩あると思いますけど、さっき その小学校プロレスもそうですし、そういうお祭りのプロレスもそうですけど、そういうのをあの、まあ、フリーダムと限らず、はい、いろんな団体がどん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 打って出て、あの世の中に、はい、あの人を元気にするものイコールプロレスぐらいの認知度をやっぱりみんなで勝ち取っていかなければ、はい、あの決まったプロレスファンっていう人物人たちをこういろんな団体で奪い合うのじゃなく、はい、本当に広くですね、もう1億2000万人総プロレスファン状態にするじゃないですか、はい、するぐらいのことをやっぱみんながしていかなきゃいけないと思うんです、はい、でいろんなところにこう顔を出してこういうことできませんかとかいろいろ相談したりしていく中で、プロレス、うん、あれでしょ、なんかフォーク刺したりとかさ怖いでしょ、山でしょ、そういうのはちょっとっていま、うん、だに言われるんで、うん、でもこういう小学校プロレスとかを見てくれたら PTA の方々もこんなのどう喜びしたらでしょうね、はい、でしょう、 PTA 盛り上がってるかって言ったらうわお母さんたちが言ってましたからね、そこら辺のお母さんたちに言ってたんで、いや楽しいですよ、でもお母さんたちの世代はまだプロレスを見てたっすよ、いや見てないじゃないかな、もう多分深夜の方に移行してたんじゃないかなと思います、ね、今の小学校のお母さんたちで考えると、うん、そういうのをこう訴えれば帰ってくるっていうことを僕は本当に身をもって知ってるんで、はい、これをもっとみんなで取り組めば、もっと世の中にプロレスっていうのはなんか変な、もう見てもないくせになんか変な偏見持ってる人まだいっぱいいるんで、そういう偏見を取り払ってこう
家族で遊びに行こうとか、はい、今度じゃあ彼女連れて遊びに行こうとか、いや本当に、はい、彼女の方がハマっちゃったりするってあるんですか、ね、ありますあります、あります、そういうなんかフラッと、あ、なんかこの近くでやるらしいよ、行く行くみたいな、はい、そういうなんか交流の場の一つにプロレスがなってほしいと思いますね。野球やサッカーは結構そういう風になってるとは思うんですけど、プロレスってやっぱりまだファンのものっていう感覚が強いかなって気がする。ここがファンがやっぱりこう今プロレスファンを支えてる、はい、プロレスを支えてる感じしますもんね、はい、それどん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 こう新しい一元さんが増えてくるっていう、うん、そうですね、日常になってほしいですね、やっぱりプロレス自体が、ね、はい、この間長谷さんにインタビューさせてもらいましたけど、長谷さんも言ってましたよ、あのプロレスというのは人と人をつながるね、つなぐそのやりやすい緩衝材というか、はい、間になれると、そうですね、プロレスを通じて人がつながっていくっていうのが、やっぱりそのプロレスのいいところなんだ。なんか政策でやってくれないですかね。政治絡めれたらですね。はい、ということで、はい、そろそろ一個だけいいですか、はい、今後の展開ということで、今後の展開ということで、はい、これもまさに今さっき会見で発表させてもらったんですけども、はい、今度はあの私佐々木隆が、はい、ある大会をプロデュースさせていただきます。お、はいはい、ある大会というのはですね、はい、まあ、日程はもうすでに決まってまして、はい、8月3日の木曜日ですかね、はい、に後楽園ホールでやるんですけども、はい、大会のタイトルがですね、プロレス戦国時代群雄割拠その1というタイトルで、まあ、どういうことかと言いますと、はい、あのプロレス団体が今日本中各地各地にいろんな団体がありますよね。いろんな団体の要は例えば、ね、九州だったり沖縄だったり、はい、四国だったり、ね、はい、東北だったりいろんなところにある中で、そこで、団体を立ち上げている方々を、はい、東京にごそっと集めてですね、要は各地の優で終わるなよと、はい、東京に来てこのフリーダムズ佐々木隆殿の首を取ってみろと、おー、思いを込めて、はい、地方で、はい、まあ、合戦ですね、まあ、もう完全に、はい、まあ、言い方悪いですけど、ローカルで、はい、地方で活躍されている団体を東京にかき集めて、はい、でその人たちに要はいいとこ取りですね、はい、誰が一番目立てるか、どこの団体が一番面白いか、いや面白いを、8月3日に後楽園ホールでやろうと思います。とりあえずこれはその1ってつけたぐらいなんで、一応第1弾のつもりです。ウェブでもいいから中継を入れてほしい、はい、今回とりあえずあの、まさに先ほど琉球ドラゴンプレスが真っ先に名乗りを上げまして、はい、うん、琉球ドラゴンプレスの参戦は決まってます、はいはい、他にもあの地方で活動している団体のところに声もかけてますし、これからも俺も出すといっぱい来ると思うんですね、はい、その中からもあの申し訳ないですけど、炎が厳選した団体に出場していただいて、はい、フリーダムの選手を出そうと思うんですけど、はい、僕は試合を組まずに本部席から優遇、高みからの見物、高みの見物をさせてもらおうと思って、すごい、じゃああれじゃないですか、あの殿の首は取れないじゃないですか、その中で、はい、あの殿の首を取ってやるっていう野心の感じれた選手とやってやろうと。ああ最高ですね、この後につながっていくっていうのもいいですね、はい、その大会で終わらないっていう、あ、そうか、その大会でその首を取ろうというふうに言ってきた人間と、はい、佐々木隆さんが対戦する、それはフリーダムズのリングで、それもわからないですよね、その2かもわからないですし、はい、フリーダムズに面白いと思ったらうちに呼ぶかもわからないですし、その地方でそれぞれ各団体を応援してるお客さんがみんな後楽園ホールに集うのもいいと思いますし、そうですね、逆に東京のお客さんが地方のプレス団体見て、あ、面白いな、こいつら観戦に行こうって、旅行が来たら出かけて行ってもいいと思います。もうなんか旅行会社とかと組んでほしいです、ツアーみたいな感じで、こうそうですよ、はい、あー、でもそれありいいアイデアいっぱいありますね、うん、ありがとうございます、いや、やってほしい、ブカブカの手立ちありがとうございます、あ、そうですよ、もう来たからありましたよ、はい、いいなぁ、それ、その群雄割拠の出場する選手のプロフィールを、うん、はい、なんかこう、大集合とかに流したいですね、そうですね、これ、まだ今日一発あの会見でこんなことしますってぶち上げただけなんで、はい、ここからまた順を追うごとにこう俺も出せといっぱい来ると思うので、ね、そんな中でちょっとだんだんこう気分が盛り上がってきたらまたプロレス大集合呼んでください。ぜひちょっとプロフィールをご紹介して、はい、そうですね。ね、こうですよ、日本地図でここからこういうのとかね、やりたいですよ、そうそうそう、はい、それこそ後楽園ホールが関ヶ原だ。そうですよ、はい、関ヶ原だ。逆に僕らから各地乗り込んでて、はい、もう全団体と対抗戦やって、はい、全部潰していって、もう最後東京でも天下統一ってやってます、はい、いやかっこいいですね。それ台湾も入れてもらっていいですか。やりますか、やりますか、こっちの問題があるんですね。そう、こっちの問題がある旅費がね、でも意外と飛行機安いんですよね、台湾ね。本当ですか。それは春田さんが交渉しに行けばいいんですよ、そう、あの取材がてら、あ、はい、
私はい、今回行くその飛行機使っていくんですけど、はい、飛行機じゃなきゃいけないんですけど、はい、安いところの旅行会社知ってますから、おあいいですね、いいですね、あそうそう、あそこにプロデュースしてもらえばいいな、そうですね、ま、夢膨らみますね、これはいい話をいっぱいいただきましたね、そう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 、ありがとうございます、はい、はい、ということで、じゃあ最後にファンの皆さんメッセージいただいて終わりましょうか、はい、はい、まあ今日はね、いろんなことを喋らさせていただきましたけども、ね、自分のやってるこの株式会社プロレスリングフリーダムズの発展はもうもちろん、はい、ね、それでプロレスラー佐々木隆の発展ももちろん、はい、はい、ただやっぱりプロレス界全体が盛り上がらなければ僕は嘘だと思ってるので、はい、プロレス界全体、そしてプロレスというジャンルの認知度を高めていくためにも、はい、これからもまたね、一肌脱いで頑張っていきますので、はい、今後ともプロレスリングフィギュア並み佐々木隆、そしてプロレスというジャンルそのものをぜひ皆さん応援してください、よろしくお願いします、よろしくお願いします、そしてまずは3月23日応援に来てください、よろしくお願いします、3月23日これだということで、はい、最後いきますよ、はい、プロレス大好き大集合ありがとうございました、ありがとうございました、サブミッション。悔しい涙マスクの下で冷めた心。